マリオ vs ドンキーコング突撃ミニランドは、ニンテンドーより日本で2010年12月2日に発売された、ニンテンドー DS 用のアクションパズルゲーム、マリオ vs ドンキーコングシリーズの第4作目。シリーズ前作、マリオ vs ドンキーコングミニミニ再更新。と、同様、タッチペンでステージ上の仕掛けを操作し、自動で歩き続けるミニマリオをゴールへ導くことを目指す。 マリオが社長のマリオトイカンパニーが手掛ける新しいテーマパークミニランドの開園日に新製品のおもちゃミニポリーンを先着100名様にプレゼントするキャンペーンが実施それを聞きつけてやってきたドンキーコングだったが不運にも彼は101番目目の前で品切れになってしまった激怒したドンキーコングは本物のポリーンをミニランドの奥へと連れ去ってしまうマリオは ミニマリオと共に、ミニランド内を結ぶ列車、スーパーミニマリオエクスプレスに飛び乗り、必死で追いかける。各アトラクションの8つのステージをクリアすると、挑戦できる。タッチペンで足場を作ることで、ミニマリオをスイッチまで導き、ドンキーコングに攻撃する。3箇所すべてから攻撃すれば、クリアとなる。各階層に1つずつある。各 アトラクションごとにあるミニマリオカード9枚をすべて手に入れると挑戦できるようになる。得点に応じて M コインが3枚まで入手できる。ストーリーが進むにつれ各アトラクションの4ステージ目に出てきたキャラクターと同じキャラクターが出てくるようになったりする。なお、アトラクション1、3、5、7は星マークがついた箱のところにミニマリオたちを誘導するゲーム、アトラクション2、4、 6,8は誘導するキャラクターと同じ顔の箱に誘導するゲームである。アトラクション8をクリアするとファイナルステージが出現する。観覧車にまたがったドンキーコングにミニマリオを当てて攻撃する。ドンキーコングの体力及びミニマリオの数は6。また、ここでもミニマリオカードとコインが出現する。ゲーム中に獲得した M コインが5の倍数になると1ステージが出現する。 ステージ、開始直後、スタート、というボタンを押すと、3、2、1、スタートとカウントダウンを押して、スタートになった瞬間から、すべてのミニマリオが動き出す。なお仕掛けなどの下準備は不可。ファイナルバトルをクリアすると出現し、トロフィーをたくさんゲットするごとに、ステージが登場する。ファイナルバトルをクリアすると出現。ここでは、 ミニマリオ以外にも様々な種類のおもちゃが登場し、おもちゃをオーダーの番号順にゴールさせなければいけない。また、背景の色も若干異なる。自作のステージを他の人と送受信したり、任天堂 Wi-Fi コネクションを使って投稿できる。また任天堂から配信されるステージをダウンロードできる。ステージは160個保存できる。 出題されるお題に沿った自作ステージのコンテストが開かれる。コンテスト用のステージは60個保存できる。ありがとうございます。